徳川義よは、江戸時代の田安徳川家の、第五代八代当主。文政十一年十月十三日、田安家三代、徳川成政の旧男として生まれた。伊暴阿松平義長とはわずか一月余りの差である。彼らには、着室の伊暴阿忠正氏もいたが、父は、文化十年に十一代将軍、徳川家成の十一男。 成高を養子に迎えており、天保7年8月に隠居して、成高に家督を譲った。しかし、それから3年足らず後の天保10年3月26日、成高が幕命により、尾張徳川家の家督を相続したため、吉寄が田康家を相続した。同年5月、十三味左小野江県中条県江門忠氏に叙任、以後三義、県中納言。 十二県大納言と昇進した。十三代将軍、徳川家貞の啓示をめぐる問題では、南紀派として、井伊直助と提携していたが、安政五年八月、家貞の異名を理由として、新将軍、徳川家持を擁立し、将軍後見職に就任した。ただし、実権はなく、一橋派であった、実刑、春学は、明治期に、吉よりは、 一心の道をなすことはたはず、いいかもが頭の奴隷とみなしてかなりと解雇している。文久2年5月9日、将軍後見職を解任された。これは、薩摩藩主、島津重久の実父にして後見人である、島津久光が、立兵上落し、かつて一橋派の将軍刑事候補であった、徳川義信を将軍後見職につけて、幕政改革を推進するべく、 直命を得ようと工作していた動きに対し、将軍家持ちがすでに17歳に達したことから、もはや貢献は不要であることを示すためのものであり、それまでの功労により正位に昇進した。しかし、直死を伴って投下した、久光の圧力により、将軍貢献職、吉信は実現し、春学は政治総裁職に任命された。吉よりは幕府を経由して朝廷に、 位の返上を行うも、文久3年一1月18日、ジュニー県中名言に降格される処分を受け、同日隠居して、長男、ことぶ吉与へ家督を譲った。2年後の元治2年2月4日、ことぶ吉与は6歳で溶接し、家督は、吉寄の三男、亀之助が継承した。慶応4年、関英寺に謹慎した前将軍義信に代わって、徳川家をまとめ、 政官院の宮と協力して、朝廷との折衝にあたり、江戸城無欠会場に尽力した。その後も江戸鎮部取締りに任じ、努めて、新政府に協力した。同年うる4月、明治新政府は亀之助に、徳川宗家の家徳相続を許可し、吉よりは、田安す当主を再度務めることになる。5月24日、御三協の一橋家当主。 徳川主義エと共に立反し、諸侯に加えられる。それに伴って、母親戦争の際に、明治新政府に没収されていた上方の所領の返還を求め、受け入れられた。分散的な領地であり、まとまった領地を与えられることを期待していたようである。明治2年3月、藩籍奉還を願い、同年12月に認められて、田安藩はそのまま廃藩となる。 通常なら、就任できたであろう。地範時に就任できなかったことは、吉寄にとって不満であり、同年8月には、地範寺就任の嘆願書を提出している。その後も、地範寺就任を訴えたものの認められず、明治3年6月、田安藩は完全に解体された。同年から明治4年にかけては、北海道価値の開拓に当たった。明治9年9月21日、 東京にて死去した。去年49。母所は、東映さん関映寺。ありがとうございます。